TGV DUPLEXは、フランス国鉄の動力集中方式高速鉄道車両。TGV の編成では、唯一、客車に2階建て車両を採用している。SNCF でのダブルデッカー車は、RERやトランジリアンなどの都市近郊電車や地域列車において、座席定員を増やす目的で多数導入されていたが、優等列車用としてはこのデュープレックス編成が、初の採用例である。第3世代の TGV 車両として、飽和状態になりつつある LGV 南東線での旅客輸送力を高める目的で設計され、編成定員は516人で TGV Sud-Estの350人前後に比べると、約 40% 増加した。2編成を併結した際の定員は1032人であり、その効果は大きい。1981年の開業以来、LGV 南東線は旅客輸送量を伸ばしており、1990年代初めには開業時の約2倍となっていた。そこで、さらなる輸送力の増強策として、一つは、信号保安システムを改良することで1時間片道最大12本だった列車本数を15本まで増加させることを可能とした。しかし、実際には、パリ近郊では、在来線の線路を走行するため、LGV 区間での運行本数増強が可能で、あっても在来線の線路容量により、運転本数は制約される状態であった。もう一つは、列車の旅客定員を増やすことが検討されたが、列車の長編成化は主要ターミナル域で、投炭式ホームが多く採用されているフランスでは、旅客に不評な上、南東線系統の停車駅ホーム有効長の制約から編成長は2編成併結で400メートルが限度であり、1編成を200メートル以内にするためには、中間客車を全車ダブルデッカーにする必要があった。また、ダブルデッカーであれば乗務員の増員を必要とせずに、輸送力増強を図ることが可能であるほか、低床式のホームが一般的なヨーロッパにおいては、乗降口がホームと同一平面になるため、バリアフリー対策にも有効であった。デュープレックス編成の車両開発は1987年の実現可能性の予備調査完了から始まり、1988年には顧客リサーチ用にダブルデッカーの実物大モックアップが制作された。デュープレックス編成の収益性や車両重心のシミュレーションのために、シュドエスト編成の客車が使用された。組成される客車は、開発当初は、シュドエスト編成で実績のある、連接式8両と、非連接6両の2種類が、比較検討されたが、利点の多い連接式を採用することとなった。1990年には試作車3両が落成し、走行試験が開始された。製造メーカーのアルストムとの協議の結果、1990年7月に TGV-2 ノルマルの製造契約を得たが、1991年の初頭まで契約の詳細は実施されず、その時点で公式な発注がなされた。その後試験を継続した結果、多種の技術的な障害は克服され、1994年11月にダブルデッカー客車8両で組成された編成の試運転が実施された。その直後に、デュープレックス編成は、LGV 南東線で、時速 290km での高速走行試験と、勾配走行試験が実施された。当時は、デュープレックス編成用の動力車は開発中であったため、TGV レゾ編成の動力車と組成された。1995年6月21日に、専用の動力車とダブルデッカー客車を組成した。新編成が登場した。客車部分デュープレックス編成と、シュドエスト編成との比較一等車客室両端2両の動力車と中間8両の客車で組成される。客車の構成は一等車3両、全室バー車1両、二等車4両である。バー車の1階部分は機器室であり、厳密に言えば客車全車がダブルデッカーではない。編成の形態は1995年から1997年、2001年から2006年にかけて製造された原型編成、2007年の LGV 東ヨーロッパ線開業に際して一部のレゾ編成の客車を TGV ポス編成に転用し、捻出された動力車と新造された客車で組成されるレゾデュプレックス編成、動力車の伝送品をポス編成と共通にしたらしい編成、そして2011年より製造が開始されたユーロデュプレックス編成の4種が存在する。電源は、交流 25000V50Hz と、直流 1500V に対応するのが基本だが、レゾデュプレックス編成の386,000型は、直流 3000V にも対応する。2009年5月時点では、編成番号201から289の89本が在籍し、編成番号201から 230.266 から289の54本は、パリリオン駅近くに立地する南東ヨーロッパ車両基地に、編成番号231から265の35本は、LGV 大西洋線、モンパルナス、マッシー TGV 間のパリメトロ13号線、シャティオン=モンルージュ駅近くに立地するアトランティック車両基地にそれぞれ配置されている。編成番号201から230の30本については、2009年4月に、リヨンペラーシュ駅近くに新設されたリヨンギヨティエール、車両基地に今後転出する予定である。プロバンス地方、オランジュ駅停車中の第608編成2009年5月時点では、編成番号601から619の19本が在籍し、全車が南東ヨーロッパ車両基地に配置されている。編成番号601から612の動力車は2電源対応。編成番号613から615は3電源対応である。以下に旧レゾ編成との対応を示す。ダシー編成の動力車は VVVF インバータの制御素子にイグブトが、電動機は3相誘導電動機がそれぞれ採用され、回生ブレーキを装備する。座席も従来の赤基調から青紫系の色に変更された。2009年5月時点では、編成番号701から727の27本が在籍し、全車が南東ヨーロッパ車両基地に配置されている。今後、編成番号728から752の25本が順次落成する予定となっている。ドイツ鉄道カールスルー駅に入線するユーロデュープレックス第4722編成。ユーロデュープレックス編成はダシー編成にドイツ乗り入れ対応として交流 15KV16 に 3Hz 機器を搭載、旅客案内システムやバリアフリー面。ドイツ国内の保安基準への適合といった改良を加え、2011年12月に投入された最新型である。主要機器はダシー編成を引き継いでいるが、前述したような改良点から、フランス国内だけでなく、ドイツやスイスなどへの国際列車にも充当されている。スペインへの国際列車にもこの車両が使われる予定である。55編成が、アルストムに発注され、そのうち30編成がドイツ直通用、10編成がスペイン直通用、15編成がフランス国内での運行に使われる予定となっており、25編成が2014年に SNCF に納入される予定。デュープレックス編成は1996年冬から南東線系統の列車で運行を開始した。2009年時点では、南東線、ローヌアルプ線、地中海線系統のパリ・マルセイユ・モンペリエ間などのほか、フランス北部のリールから北線、東連絡線を経由して、南東線、地中海線方面に直通する列車、フランス北西部のルアーブルからマルセイユへの直通列車などに運用されている。冬のスキーシーズンには、アルプス山脈のリゾート地である、ブール・サン・モーリス・グルノーブル方面への列車にも運用される。2006年12月には、大西洋線系統の列車にも導入され、モンパルナス発着列車のホカレンヌ・ナント、マルセイユ間の列車などにも運用されている。ありがとうございます。